こんにちは、グリップの塊、中富岡渡り、クラブミスター、たけちゃん、いみちゃんです。本日はですね、グリップの重さで、クラブの総重量とかバランスがどれぐらい変わるかちょっと調べてみようと思うんですよ。気になる。そうですよね、なんかね、グリップはね、本当に重さの塊です。どうぞどうぞ。まずは、チェックします。はい、今回はですね、グリップ交換なんかみんなするときに多分重量とかを気にされずになんか自分が好きなのをポッと入れる人結構おると思うよね、でそういう人だって多分なんかいざ変えてみて打ってみたらちょっと打ちにくいわっていう人も出てくるんよ。可愛いのでいけんの？そんな残念なことか。可愛いっていう気持ちが高ぶっても効能が落ちとることもあるし、その要は元の同じようなクラブバランス総重量にするためには当然元と同じぐらいのグリップ重量を入れないといけないっていうのは、これよく僕はグリップ交換の動画なんかでは言ってるんですけども、意外とそういうのって本当に分からずに、なかなかそもそもグリップの重量なんて知らないよね。知らない、だから一般的なグリップ重量と、今日はちょっと極端ですけども、ゴルフプライドでは最も軽いグリップと逆に最も重いグリップ、それぞれを入れたものをもう準備してるんですけど、まずグリップ自体がどれぐらい重量が違うかっていうのをちょっと調べてみようと思いますので、ご紹介いたします。はい、それでは早速グリップ重量を測っていこうと思うんですけど、まず世界一使われているというツアーベルベットラバー、標準的なグリップですね、これを重量測っています。 50.2g ですね。だいたいこれぐらいの重量っていうのが世間一般にあるグリップで一番多い重量になります。はい、続きましてゴルフプライドの中で最も軽い最軽量のグリップ、ツアー25というグリップの重量を測っています。26g ですね。25ではなかったですね。誤差です。キリがいい。キリがいい。OK。はい、それでは最後に、ゴルフプライドで最も重い GP2 プロのジャンボですね。ちょっと忘れてましたね。もう普段ね、その名前呼ばないからね。はい、じゃあ置いてみます。そのまま忘れるんや。何が俺？取り直さんなんじゃ。取り直さん。いきますよ。はい、79.4g です。そんな、今までカットとかないから僕ら。基本カットなしなんで。そうだったね。はい、ですね、今回はその さっき重量測ったグリップをすべてもう実際シャフトに 装着したものを準備しております。で、今回はこのグリップの条件以外はすべて同じ条件揃えてますので、もうグリップの差でどれぐらいクラブバランスが変わるかっていうのを測ってみますね。じゃあまず早速なんですけど、一般的な 50g 相当のグリップ入れたこのもの、ゆみちゃんバランス測れる？じゃあゆみちゃんバランス測ってみます。バランスぐらいはね、誰でも測れますからね。はい、嘘。よし。お、読んでいいんじゃん、何本 D1 犬か。D1、はい、はい、間違いなく D1 です。D1、なんかそう言い方別にワンあったけど D1。 はい、続きまして先ほどの、50g 相当の基準としてこのツアー25のグリップでどれぐらいクラブバランスが変わるか測定してます。はい、じゃあお願いします。変わるんかな。変わるやろ、ほんま。きっときっと。いきます。よいしょ。お、変わった。D6。 はい、D6 ですね。素晴らしい、よく読めました。よかった。はい、それでは最後に、この CP2 プロのジャンボサイズでどれぐらいクラブバランスが変わるか調べてもらいます。はい、お願いします。これ変わるよ。もう分かるやろ、誰でも。そんな、あ、ちょっと待って、これ入らんのじゃけど、どうしたらいい。太い毛入りやんそうですね。はい、入りました。これね、技術の問題です、これはね。はい、これ C、これどこだっけ。あー、C6 半ぐらいかな。 C6 ぐらいかな。はい、C6 です。はい、続いて打ってみよう。はい、ではまずたけちゃんにこれがスタンダードのツアーベルベットラバーでドライバー打ってもらおうと思います。はい、お願いします。お願いします。では私もツアーベルベットの入ったドライバーを打ちます。あれ、なんか大丈夫？なんでスムーズすぎた。ツアーベルベットが入ったドライバーを打ちます。はい、よし。2人とも軽気味ですね。硬い。いきます。はい、
続いて軽量ですね、うん、ツアー25を入っ、うん、が入ったドライバーをたけちゃんに打ってもらいます。はい、お願いします。どうぞ。バランス D6 やったよね、確かね。うんうん、ああいう見ちゃうとちょっとまーす。うん、重い。違う？重い。はい、続いて私も、ツアー25が入ったドライバーを打ちます。飛んでるわ、うん、掃除量が軽くなったね。なるほど。はい、では最後に一番重たい CP2 あってるね、CP2 ジャンボジャンボジャンボがつくんですね。ジャンボがつくんですね、はい、はい、入ったドライバーをたけちゃんに打ってもらおうと思います。はい、お願いします。まず一番言えるのはグリップが太いということね。あ、私も CP2 ジャンボが入ったドライバーを打ちます。あ、確かに太い、うん、いけるかな。いきます。うん、いいんでね、振りにくいやね、右手殺しだから。うん、そうやな、捕まらん。データを見てみよう。はい、今回はですね、ちょっとまあ、変わった実験ですね、グリップの重さによってクラブがどういうふうに変わるかっていうんですけど、まあ確かにね、よく自分でグリップ交換される方とか、何も知らずにグリップ交換しに行く人って、自分が、あ、これかっこいいとかかわいいとかで、うんうん、ポッと選んで入れちゃう人って結構いらっしゃるんですけども、今日見てもらったように、まあ総重量は当然グリップ重量だけで上限しますし、何よりもバランスですね、クラブバランスっていうのが一気に変わるっていうのが分かってもらったと思うんです、うん、で、もちろん僕のよくずっと言ってるバランスはこれからまあ消えていく概念、うんうん、実際そのヘッド側の重さっていうのはそんなにまあその感覚的な部分のものを数値化してるだけなんで、そんなに気にしなくていいとは言ってもやっぱり結構な差が出るんですよね。だからなんか前まで調子良かってグリップ変えて、なんか今までと違う当たりが悪いとかっていう人は間違いなくグリップ重量が変わってる可能性って多いんですよね。特に女性の方なんか多くて、まあ女性用のクラブっていうのは基本的に軽いものが入ってるんですよね、うん、一般的に。まあ男性ものは 50g が多いんですけども、それもまあもちろん 45g があったり、逆にちょっと重め 55g 入ってたりすることもあるんですけども、女性用のグリップってだいたい 35g から 40g ぐらいの間が多いんですね。そこを可愛いからって 50g とかに変えちゃうと妙に急に打ちにくくなるとかっていうこともあるので、やっぱりグリップ重量っていうのは一つの目安として、今入れてるグリップ重量っていうのは参考にしといた方がいいです。少なくとも自分が何 g のグリップを入れてるかっていうのは知っておいた方がいい、うん、っていうのがまず条件ですね。で今回、ちょっと私とゆみちゃんが打たせてもらったやつを見てるんですけども、まあ距離とかも見てもらったら分かるんですけど、僕は一般的なグリップかどっちかというとこのジャンボですね。これはまあ正直言うと太さの方が僕は強かったかなと。一般的に軽いグリップは細めの傾向があります。まあ、肉厚が薄いってことですね。逆に言うと重いグリップっていうのは肉厚が厚いので太い傾向にあります。だから僕はどっちかというと普段から3枚巻きとか下巻きを増やす傾向があるので、正直一般的なこのツアーベルベットラバーの1枚巻きで今回しているんですけど、これでも細かったんですね。まあその分よりはこっちの方が太さ的にはしっくりきました。まあクラブバランスはこのツアー25以外は気にならなかったんですけども、だから実際距離も一般的な 50g が244で CP2 ジャンボが243、そんな変わってません。ただ極端に僕はツアー25が225と飛んでませんね、とかまあミスヒットしてます。正直あんまりなんか芯に当たる気がしなかったっていうのが本音です。ゆみちゃんどうやった？私一番軽いのが
打ちやすかった。面白い。これツアー 25? うん、D6 合わんね俺ら。合わんね。まあでもお互いがあれやね、あのなんていうかな、こうないものを補ってるっていうのはいいよね逆に。すごいポジティブ、はい、まあでもここが面白くて、これはまあだからそのバランスの概念と総重量の概念です、うん、おそらく実際女性用のクラブっていうのはここまで D6 なんてはありえないんですけども、今回はおそらくですよ、まあこれごめんなさい、あのうちのオリジナルのシャフト、あこれもう非売品です、非売品なんですけど、これ60g のシャフトなんですけども、まあ、総重量がやっぱ310を越してくるようなセッティングなんですね、普通の 50g で来ると、うん、それでユミちゃんは多分この普通でも重かったのを軽くすることで300切ってきてるんですよね、これやと。それがたまたま振りやすかったのかなと。要はこの3本の中では総重バランスよりもユミちゃんの場合は総重量が軽いグリップになった方が打ちやすかったのかなと、うん、っていうと思われます。私なんかは逆にどっちかっていうとこの25はどっちか軽いというよりは細いにやられましたね。とあとはやっぱりでもヘッドの位置がよくちょっとよく分からなかったというか、うん、まあ、手元が軽いと手の行き場が浮きやすくなるんですね、うんうん、だからその辺も、まあ、軽いグリップのデメリットと言われてます、うん、確かに私逆に重たいのでダフった。あダフったまあそれはもう多分ね総重量が重くて純粋にあの重さで折ってます、はい、だからまあこの辺っていうのはまあその人によって違うんですけど、まあこのいろいろ試してほしいっていうのはあるんですけども、今日みたいに極端にすると数値上もかなり変わってきますし打ち心地も全然違うというのはまあ、分かっていただけたと思うんで、まあグリップ交換する際はまずこれ今日はこの注意してくださいっていう意味も込めてさらしてもらいました。じゃあここからは軽いグリップと重いグリップのメリットデメリットをもう少し客観的にお話します、うんうん、まず軽いグリップっていうのは当たり前ですけど総重量が軽くなります。これなんか単純に 50g がだいたい25、まあ少々誤差はありますけどね、だ純粋に 20g 以上総重量軽くできます。ただしヘッドバランスは当然出ますよね。これがなんか D1 から D6 になったんですよね。だからある意味でヘッドの位置が分かりやすくなるというのはポイントですよね。だから普段ヘッドあんまり感じれない人っていうのはグリップを軽くして総重を落としてヘッド側を重くするっていうのも一つ方法です。ただ、これ特に代表的なクラブとしてはゼクシオがこういう傾向にありますね。あのゼクシオっては総重量も軽くして最近だったら 30g 前後のグリップ入れたりするんですよね。でただ総重量も軽くしてただクラブヘッドバランスは効かせてるっていうのが最近のゼクシオの特徴なので、はい、ゼクシオっていうクラブはどっちかっていうとこういう系統ですね。それを、要は既製品の段階からゼクシオっていうクラブはもう初めからこういう系統にあります。あ確かに私、うん、グリップ変えるときに2種類ぐらいしか選べなかった、うん、そうなんです、うん、だからそうやっぱグリップがの重量で結構特殊なグリップ重量を使ってますので、うんうん、まあ、ゆみちゃんなんかみたいに特にゼクシオユーザーさんなんかはグリップ重量を変えてしまうと振り心地がガラッと変わってきますからそこは注意ですよね、はい。でただここでじゃあ、ヘッドを効かせたい人は軽いグリップがいいとは言ったんですけども、ここはさっき僕もちょっとお話したように今度手元側が軽すぎるとどうしても手元がダウンスイングで手が浮きやすくなるんですね。要するにアドレスした位置に戻ってよりも上側を振ってしまう、うんうん、それはまあ手元の位置が軽いと浮いちゃうんです。これはもうそういう傾向であります。ただでさえ日本人とアーリーエクステンションが多い、お尻が前に出てくる人が多いので手が浮きやすいんですけど、それに増してグリップが軽いっていうのは余計に手が浮きやすいのでそこは注意が必要ですよね。あとさっきから言ってるように基本的に軽いグリップっていうのは細い傾向にあります、うん、だから細いグリップの特徴としてはフェースターンがしやすいのでまあ球を捕まえやすいのが特徴。ここはゆみちゃん多分もしかしたらそこも影響したのかなと、うん、僕もフェードヒッターでゆみちゃんもねどっちかというとまあ右に行くタイプじゃないですか、うんうん、だから軽い方がフェースターンしやすい捕まえやすいっていうのが特徴的です。はい、じゃあすいません逆に重い方ですね。重いグリップっていうのは当たり前ですけど総重量が上がります。これは 50g からほぼ 80g までなんで 30g 近く総重量が上がります。ただ30上がったらこれは困ったって思うんですけど手元側の重量っていうのはそこまで人間体感としては感じませんから 30g 上がった数字ほどは総重量重さは感じません。たださっきも言うようにバランスはこれ C6 ぐらいなのかな、C6 ぐらいまで落ちてきますのでヘッドは逆に効かなくなります。だからヘッドの位置が分かりにくくなるっていう人も結構いらっしゃいます。でそういう意味ではこれカウンターバランスになるので基本的にはクラブを長尺化しやすいってメリットがあるんですよ。だから
このまま今回は同じ長さでグリップだけ変えたのでヘッドの位置が効きにくくなるんですけど、これの長さを今度長くしていけば当然バランスは増えますから、グリップを太くするっていうメリットっていうのは基本的にクラブを長弱化しやすい。だから長いクラブを作りたい人っていうのはグリップが重くするのは一つメリットになります。代表選手でいうとまさにデシャンボー、うん、ブライソン・デシャンボー、彼はまあ48インチをまあチャレンジしてた時に彼のグリップってだいたい 120g って言われてます。 120g を越してきてますから、当然あれだけ長いクラブにしたら手元側が重くないとヘッドが効きすぎますから、ある意味でまあ彼が48インチにチャレンジできるっていうのはグリップがそのジャンボマックスってグリップなんですけど、あの 120g を越してるグリップだからチャレンジできるっていうのも過言ではないと言われてますね、はい。あとはですね、まあ、もちろんデシャンボのグリップも例外ではないんですけども、先ほどと逆で重いグリップっていうのは基本的に太い傾向にあります。これなんかジャンボって完全に太いですよね、うんうん、なのでローテーションがしにくい、逆に言うといい意味では左に来にくいので引っ掛けにくい、悪く言えば捕まりにくいというところがあるので、まあ、ここはそのご自身の球筋とかも含めてその太いのがいい、だから重さもそうですけど今度太さとか、っていうのも重要しないといけないということですね。ただそこはまあ僕らはその下巻きの枚数とかでも変えますから、一概にまあ太くしないと、太くしたい人が重いグリップを選ばないといけないってわけではない。なるほど、うん、そこはまあその工房さんに相談したらいいと思います。ゴルフクラブっていうのはヘッド、シャフト、グリップの3つで基本的には出来上がって、もちろんたくさん他の要素もありますよ、ありますけども大きく分ければヘッド、シャフト、グリップだから、当然全ての要素に対してかなり重要度は高いわけですよね、うんうん、特にグリップなんて結構皆さん軽視する人が多いんですよね、うんうん、だからヘッド当たるとこ大事、シャフト感覚伝えるとこ大事、グリップなんでもいいみたいな、でもその3要素の中で唯一手と接する部分なので、まあ人によっては当たり前ですけどグリップが一番重要っていう人もいらっしゃいますから、うんね、まあ当然軽視できる部分ではないとは間違いない、うん、そこはしっかり知った上であくまでも最低限自分のグリップが何グラムぐらいなのかなっていうのは知っとった方がいいですね。はい、ズバババゴルフ、これ振動数はどう変わる？なるほど。これは結構よく面白い質問としてあるんですけども、基本的にグリップを変えただけでは振動数は変わりません。ただこれ言うとねコメント欄荒れちゃうんで、ちゃんと補足しますよ。基本的にこの CP2 なんかまさに代表的なんですけど、振動数っていうのは基本的には、手元側の硬さを調べてます。要はグリップいつも見てもらってますけど、グリップ側を固定してビヨーンとヘッドを揺らすじゃないですか、うん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 、つまりグリップ側のまあグリップトルクっていうんですけど、グリップが基本的に高度系硬いグリップの方が振動数は上がる傾向にあるんです。要するに固定部分がガチッとしっかりしてるか、ちょっとこういう CP2 なんかちょっと柔らかいグリップの代表なんですけど、固定部分がちょっと柔らかいと当然振動数もブレちゃうんですね。だからプラマイ2ぐらいの誤差は出ます、ね、だから例えばちょっと手元硬くしたかったらコード入りを入れたりするのも一つ方法ではあるんですけども、ただやっぱりグリップは自分のその触り心地っていうのを僕は大事にしてもらいたいので、そのあくまでもプラマイ2ぐらいは変わりますけど、それは誤差と思ってもらったら、だから変わらないというのは嘘になりますけど、それは誤差範囲ですと。だから今日振動数上がってません、はい、先ほどミミちゃんがバランスを測る際に問題発言があった、太い毛入りやんそうですね、太い毛入りやんそうですね、はい、入りました。はい、はい、でもゆみちゃんが実際太いグリップが入るであろうはずが入らなかった彼女に責任があります。僕はそこは技術でカバーしてますから、だから太くても入れる技術はあります、太くても入れる技術はあります、太くても入れる技術はあります、以上。余計炎上さすっていう。ズバババババゴルフの子、毎日春で爽やかだね、ズババババババゴルフの子、明日もゴルフだ仕事サボろう。